森保ジャパンにボコられた中国代表、このタイミングで監督解任へ。中国メディアレッドスターニュースによると、ダブルハイアジア最終予選での2連敗により、ファンからはブランコ・イバンコビッチ監督の解任への圧力が高まっているという。同メディアは、監督交代が必要な段階に来ている。世論やファンからのプレッシャーに加え、代表チームの士気の低下も無視できない事実だと伝えている。なお、公認候補としては U23 代表を率いるアントニオ・プチェ監督や U19 代表を率いるデアンジョルジェビッチ監督の名前が挙がっている。本番はホームのインドネシア戦だろ？中国や韓国は世界一の監督を招いても変わらない。協会や選手の意識を変えない限り無理。人口の多さから言えばあの程度のフィジカルに収まるはずがないんやから、技術戦術の前にでかい、速い、強いを押し出して強化するのがよろし。イバンコビッチ以上の監督なんてそうそう転がっていない。後悔しなければいいけど。中国よりも東南アジアの国々の方が強化が進んでいるし、8.5 枠になったところでダブル敗出場は遠のきそうだ。監督云々の問題じゃないと思う。仮にどんな名称が来ても選手たちが戦術を理解できないんだから意味ないでしょ？また監督変えてもうまくいかなかったらまた辞めさせての繰り返しかな。格上に負けて監督交代とかイバンコビッチが哀れすぎる。習近平にすれば？ボロ負けでも文句言えないし首にできないでしょ。